カルノバト、カルノバト、ブルガリア語、ラテン文字転写、カーノバットは、ブルガリア南東部、ブルガス州に位置する町、及び、それを中心とする、基礎自治体。カルノバト基礎自治体には、その中心であるカルノバトをはじめ、以下の町村、集落が存在している。カルノバト自治体は、ブルガリアの南東部に位置している。バルカン山脈の南北を結ぶリシキ峠、リシキ プロット405メートルによって、ブルガリア北部と結ばれている。バルカン山脈のカルノバトイコールワイトス山脈が、カルノバト自治体の北部を横断している。そこから南にカルノバトの町まで、ヒサル丘陵、ヒーサールが続いている。カルノバト自治体の面積は806平方キロメートルであり、うち87.37%は、農地9.81%は、 森林2.82%が人口居住地である。カルノバト地区は、利キ峠及びブルビシュキ峠、バルビショッキープロットの南の入り口に位置しており、新石器時代からの古い歴史を有している。村々や古墳の遺構からは、この地方の新石器時代から鉄器時代にかけての人々の豊かな定住生活の痕跡を乱すことができる。 カルノバトに関する記録のある最古の文献は1153年の地理書でアラブ人の旅行家で学者のムハンマドアルイコール、イドリースイー、アブー、アブットアラ、モハンメドアルイドリシー、ラテン語、ドレシスによるものである。歴史的資料によると19世紀から近年にかけてカルノバトの町には定期種が立ち、地域の政治的、経済的、商業的中ごこちであった。 カルノバトの街は、オスマン帝国の記録やある後期には様々に異なる名前で登場する。カルノバッサ、カリーノバッサ、カリーナバード、カリーナバード、カルノボ、カーナボなどの名称を乱出すことができる。第一次ブルガリア帝国が成立した681年以降、カルノバトはその戦略的重要性のため、ブルガリアと東ローマ帝国の間での 数多くの戦いの場となってきた。カルノバトの南 7.5km のところに位置するマルケリ要塞、マーカライは軍事的、政治的拠点であり、第一次ブルガリア帝国が起こって以降ずっと戦略的関心の対象であった。オスマン帝国時代にはカルノバトの町はシリストラ地区に編入され、重要な行政と交易の中心となった。 1791年から1792年にかけて地域で盛んになったブルガリア民族復興の一環として聖教会の新品でブルガリア民族復興の英雄、後に聖人に列せられたブラザのソフロニー、ブルガリア語、ソフラニー・ベラションスキー、英語、ソフロニウス・サフロニアス・オブ・ブロースサがカルノバト教区で方針礼を行った。復興期において、 カルノバトは、地域の文化、教育開発の中心となった。1838年には、進学者、イオアン協会、ザークバダシーベルト、イオアンボゴスローブが建設された。ラズビティエ読書クラブ、ロスビティ、現行名称は、セイキリルメトディー読書クラブは、ブルガリア南東部で最も古い読書クラブの一つで、1862年に成立し、 1864年には非宗教学校が設立された。町は19世紀の復興期における宗教的闘争において大きな役割を担っており、活動的なカルノバトの市民によってアンヒアロスの死教は町から締め出され、これによってギリシャの影響力の完全排除を図った。ロト戦争の間、この地域はオスマン帝国の残虐な非正規兵、バシボズク、 チェルケス人の犠牲となった1878年1月24日のカルノバト解放は大きな社会的経済的変革の始まりとなった街は地理的に拡大するとともに文化教育の中心となった1992年4月4日に発表された統計調査ではカルノバト自治体の人口は3万2868人であった 1999年末のデータでは3万1444人となっている。1965年以降、人口は減少を続けている。これは主に人口の流出、そして自治体の中のいくらかの集落、デベトについ、コザレ、ドブリノボ、サンステファノでの年齢別人口構成の変化による。この間の人口移動の多くは、 カルノバトの町の中心部への移動などであった。カルノバト自治体には30の居住地が含まれている。その内訳は一つの町カルノバトとその他29の村からなり、人口は自治体全体で1999年現在3万1444人であり、うち2万1557人はカルノバトの町に住んでいる。その他の村ではエクザルフアンティモボのみが 人口1000人を超える。人口が500人から1000人の間の村は、イスクラ、クルモボ、グラディシテ、クリカチ、ネベスティノである。その他の村は、人口が500人未満である。人口が100人に満たない村は、小ザレのみである。人口居住地は22.74平方キロメートルであり、自治体の面積806平方キロメートルの2.8安度を占める。 人口居住地の41.5%にあたる9.445平方キロメートルでは人が生活をしている。8.377平方キロメートルは工作や自家産業に使用されている。平均の人口密度は1平方キロメートルあたり1400人であり、1人あたりに換算すると710平方メートルである。ディミタルポリアノフテイ、ディマターパリアノーブは 保護され復興、補修されている自治体で唯一の家屋博物館である。博物館は1973年11月23日に公開され、カルノバトの町で生まれた作家のディミタル・ポリアノフの作品や手紙、文書、家族の所有品や生活必需品を保有している。この博物館とその近辺に新しく建てられた同様の建物では、 この地方の人々の生活風習や出身作家に関する展示が予定されている。町の歴史博物館は1921年に設立された考古学資料の収集である。設立者は探究家で、地元の高校の校長であったアタナスイグナティエフ、カライバノフ、アタノスイグナチエフキャリアベノーブである。1953年以降、博物館は公有化され、 考古学、民族史学、新しい歴史の三つの部門に分けられた。1992年、新しく、自然の部門が作られた。博物館は、町の南の公園、動物園の隣にある。文化クラブ、ディミタルポリアノフは、町の図書館と、カルノバト生まれの画家ベンチョウ・ブレシコフ、ベンチョウ・ブレシコブの名を冠した画廊を持っている。文化クラブホールには三百十の席、 その隣には460席ある映画ホールを有している。文化クラブにはおよそ50人の歌手からなるアマチュアの合唱団があり、1992年には自治体の90周年を祝った。1993年には文化クラブの民族音楽舞踊団が結成された。近年ではバラエティと風刺のクラブがその75周年を祝った。ホールでは毎年5月に 恒例のフェスティバルが開催される。12の幼稚園、2の複合児童施設、2の全日の幼稚園がある。2つの高校、2つの専門高校、7つの小学校、3つの中学校、1つの学校間拠点があり、自治体全域でおよそ4200人の生徒がいる。およそ360人の教員、150人の職員がいる。 農林省直轄の機械化農業専門学校があり、中等教育において農業に従事するための専門教育を施している。衣服専門学校では衣服に関する専門教育を行っている。その他の普通高校には、言語に特化した教育や、4年間のマネジメントの教育がある。人口動態の面から見ると、児童数は減少傾向であり、学級数の減少。 学校の廃校などの原因となっている。自治体は使われなくなった施設の新しい利用法を必要としている。大麦に関する科学研究施設があり、1925年に設立された。この施設は新しいブルガリアの大麦と小麦の研究と開発に取り組んでいる。遺伝学や選択育成、環境学や農学の研究者がおり、添削や施肥。 土壌改良の研究が行われている。畜産に関連した新しい研究施設が設置され、新しいカルノバと品種の羊が開発され、育成されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。